さあというわけでね、うん、そのニーアイコニックですか、うん、コニックの山田さん、うん、実際聞いた山田さんによるレビューということなんですけども、うん、まあこれね実際どうなるか分かんないですけど、もうその入場する前とメンバーが出現したところで時間を使い切ってしまうという大きなミス。こんなもんね、前編中編後編とかで分けてらんないですよ。分けてられへんな、確かに。パッとまとめてちょっと言って、まあ、飛ばすとこはもうね全部聞きたいですけど、そうね、ちょっとポンポンポンと簡潔に聞いて、テンポよくいかんとね、内容をちょっと聞きたい。内容をちょっと待って、その前にさ、うん、もう一個言い忘れたことを思い出していい、うん、これです、これ、ああ、これか、これこれですよ、見た見た、ああ、これこれ、ネットで見たで、これね、これこれ何なの、これが、これがまたそのポイッとされた時に、うんうん、これも渡されるわけ、ただで、えぇ、ただで、もうじゃあ電子チケットをこうやって足っけっつったら、うん、その魔法の、うん、魔法のペンみたいなポイッてやったらスタンプがポイッて出て、でこれどうどう言うて、これ渡されるわけよ、これすごいやんか、すごいでしょ、だから向こうは、向こうっていう言い方もあるけど、な、金ブレとかがない、ないのよね、文化としてね。まあね。K-POP 系は、これ、うん。あ、もうやったらあかんねや。持っていったらあかんねや。どうりでメンバーカラーとかないなと思ってて。うん。なんでまだ決めへんねやろ、思ってたんや。メンバーカラーは、そのラポネ仲間によると、他のその JO1 とか INI は一応あるらしいです。うんうん、だから、メンバーカラーも、当然決まるもんやと思ってる、その前、うん、前回というか前のグループから知ってる人にしたらね、ミンアイも決まるもんやと思ってるから、うんうん、まあ未だに騒いではりますよ。結局メンバーからはどうなったんやつって。あんのかないんか、どっちだろう。大体はなんかね、あの予測がついてますよね。あ、そうなんですか。誰が黄色とかなんかあるもん、ね。なるほどね。うん、なんか昨日もそのイベント、うんうん、デビュー前イベント、プレイイベントみたいなやつで、うんうん、六本木の、なんか、ファンが聞いてたらしいけど、あるんですか、本人にメンバーからどうなってるんですかって言ったら、いや私たちも分かんないんですよみたいなことを言われたみたいな話を聞きましたが、とにかくこれ配られて、なるほど、しかもこれ今これつけるとこの普通の白い色だけですけど、うんうん、会場ではまあ何か何かしらのセンサーに反応して変わるんや、色が、曲によって色が変わるわけです。それが、これが後ろでカチカチオレンジになったりとか、後ろでカチカチせんでええの、せんでせんでええ、カチカチせんでええ、勝手に変わるわけ。素早く変えるのはもうオタクの得意技じゃないのって、うん、そんな技見せるとこないのよ。全員勝手に変わるから、みんな全員が T シャツも変えてこうやって T シャツも変えてこうやってとかやって早着替えと早替えするって言われてるのに、うんうん、そう、ないの、そういう職人がもう飯食える時代は終わってるんですよ。もうその AI 時代やろか、うん、大変や、もう勝手に変わるね色が、それをタダでくれるの、タダで、まあもしかしたら他のアーティストでやってたんかもしれんけど、もうね、うん、いつも食うてる飯には出てこうへんメニューやから、そうなんか冷や飯しか食ってないから分からへんからね、から K-POP の K-POP の文化かが分からへんから、これは配りました、タダで配ってました。そうなんや、そうですよ、有志がなんかドンキで買ったあれ大量配るとかわけが違う、それちゃうのよ、僕最初それは思ってて、そのこの仲間が大丈夫なんかくれるからって言うから、ああなんかそんな有志がもうできとんねや思ったら、有志誕生日なんでこれよろしくお願いしますって言われる、あれとは違うんや、違う、公式です、公式、はあ、全然違う、俺だって卑屈やから、もう有志がやってくれて、ただで CD くれるとかもうそんなんしかないもんな、俺ら有志頼みやから、なんや言うたら、これ公式が、公式ですよ、すごい、公式、ええやん、ちょっとくれよ、なんでやねん、これ持って帰るからな、なんでやねん、あもうこうやってこう振ったりとかできるってこと、そうキャー言うて、そう、ええやんかいさ、すごいでしょ、形もさ、おしゃれだね、センスいいわ、なんか火災報知器の消防のやつみたいなそんな例えしたらおしゃれじゃなくなるけどええやんかいさ、これはええやん、もうこの服ともぴったり、うん、まあぴったりかしらんけどあげへんけどあもらえるから、いいね、あんねや、もう一個嫁の分あんねんか、あげやあげやあげや、あかん、これはもうメルカリに出すんやから、いやいや、ほんならくれよ、ほんならくれで、なんやねん、まだ始まってもないから、ほんまや、ほんまや、ごめん
すっかり汗出てないやねん。じゃあもう瀬戸利を見ようか。なるほど、瀬戸利見よう。あ、これでもう記憶呼び起こしながら流れも確認できるという。そう、なんとか瀬戸利見たらね、調べとけよ、とりあえず分かると思う。はい、いきますよ、うん、でそれでまあわーってなってやな、始まったのが想像以上です、うん、出た。そっから始まるわけね。なるほど、もう想像以上でこう桜井見るのあそこかな、まあまあ、うん、あそこか、まあまあそうか。まあもうすごいよね、もうあのイントロがピッと流れただけでまた悲鳴いやーって待ってましたみたいな。聞きたいもんね、本当に、うん、ハロポタなんかもな、本人らが出てきてもなるべく驚かんようにするもんな。わけわからん、なんかおーみたいな、おーみたいな、よっみたいな。そこはテンション上がらんのかいっていうね、ありますけど。でもうそのままちょっぴちょっぴ、ね、ちょっぴちょっぴちょっぴいいやんか。2曲連続言ってたやん、ちょっぴ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 言ってたやん、ほんと。でもまあそうね、席がすごい近いから、うん、まあ見応えよし。めっちゃいいな、ね、えシンプルにええな、それは。ちょっぴちょっぴの時にやっぱ高速すぎて途中ランちゃん見えなくなるでしょ。いやいやいや、そんなに速くはないやろ。いや、なんかクリックの中盤のダンスのとこランちゃんだけ見えへんやん。いや、なんかめっちゃ速いやつあるけど生で見てどうやってこんだけ関節が2人倍あんじゃねえかと思って、すごい。まあクリックはクリックのところのランちゃんのとこは、うん、なんていうのあれ、この横あの距離で見ると、うん、そんなに目立たないのよランちゃんが、ええ、このしかもちょっと横っちょからこう斜め前ぐらいで見てると、うん、あれやっぱ正面から見たら結構ラン他のメンバーが止まってランちゃんだけが動いてるみたいな、うん、シーンがもう目立つやね。そうそうそう、あるけど、うん、この斜め横近くから見るとなんかこうダマみたいになってて、みんな、はあはあ、 そうですね、そんなにこうステージだと違うんや、ちょっと見え方が。思ったよりええー、なー、生で見たゆえの感想、うん、こっちはでもまあわからないけど、前から見た人はもっとそのランちゃんって感じやったかもしれないが、正面から見たらそうかもしれない、ね、うん、遠く引きで見た人は、ね、うん、後ろでみゆちゃんとすずがね、うん、がっつりカバーしてるからね、あれ実はランちゃんしか見えてないけど。そうなの、絶対すずとランちゃん、ミグちゃんがいるじゃん、ここにいる、すぐ後ろに、あれいるいるいる。だからちゃんとその全体の統一考え、だからミグちゃんとスーとかが割といつも後ろにおるのは、そういうあれなのかね、うん、そう、あの二人がその次にうまいっていうか、うん、いやめっちゃ渋い位置やん、じゃあそう、いぶし銀なんですよ、うん、なるほどね。スーなんかダンス2年かそこらでしょ、うん、経験なんか言ってた、確かに。でもダンスめんない、あいつ韓国行ったらもうあんな感じになって帰ってきた言うて、まあ切られた身ですけど、うん、たまに卑屈さ覗かせるけど。だからさ、やっぱハロッタ的な感覚ではやっぱりね、うん、ちょっと後ろに下がってたら、ミュウちゃんとかなんであんないつも後ろおんねやろ、かわいそうやな思うけど。もうその旧時代の発想なんですよ、石井ランが早すぎるから、うん、すぐ後ろが変だったらもうバレバレになるから、うん、すぐ後ろにうまいやつがシンクロしてるわけだよ。より上手いっていうか、もう同じように上手いやつを配置することでということなんだな。でまあダンス面じゃなかった人はその後ろにパッとおるんだけど、うん、一番真後ろに心ちゃんがおるんだよね。心ちゃんがバックでこの基礎を固めてるっていう、うん、なるほど、フォーメーションまで相当見とるな。であれこそがフォーメーションダンスですよ。なるほど、そんなも出た、そんなもん上から見てモーニングの持って見えるみたいな。あんたもんはフォーメーションとか言わないよ。運動会やもんな、それ運動会発想が。やっぱりもうそっちしか食べてないからさ、横でこう旗振ったりとかしてるやんか。ブランニューモーニング言ったりしてるからさ。ここだよリサチ、ここだよリサチ、ここだよリサチ、リサチ、ここだよ、ここだよ、ここだよリサチ。ハロプロとおじさん、チャンネル登録よろしくね。ここだよリサチ。いやー、そうもうその想像以上、ちょっぴちょっぴでもガッと。いやもうすごいよね。たまげたんや。もうそりゃもう楽しいですよね。普通にフルボルテージなんや。その2曲来たら楽しいな。ほんでほんで。ほんで
おそらく思い出しながら喋りますが、うん、その後ちょっと MC 的なコーナー、あの、いやー皆さんお待たせしましたっつって、なんかケータみたいなやつが出てきた、ケータの女みたいなやつが出てきて、あ、司会が出てきた、そう、誰誰、始まりましたミーアイコニック、私司会の何何何何、ちょっとめっちゃ早いから誰か分からへんねん誰なのそいつ、誰か分からへんねん、あー、まあタレントさんなのかな、ナイと申しますっつって、女めっちゃ早いね、なんか自分そこあったらちゃんと言わんと、でもそのラッパネ仲間たちにやな、うん、ガールズに「何ちょっと今」っつって「分かんない」っつって、みんなだって何言ってるか分からへんねんもん、そいつほんまに、それ何歳ぐらいの女性が、おそらく43、40、30代後半、うん、結構お姉さんの人が来たんや、富永アナではないの、富永アナではないです、富永アナではないし、林真也でもなかったです、もう林真也なんかグルステイズ一緒にしてほしくないわなんかでもまあそういう FM 感はちょっと漂わせてた、ほんま名前が早くてシュシュシュって言って、まあ後で調べてみましょう、コメント欄に入れてもらう、でまあなんせそいつが回して、まあみんなに話振って、どうですか、うんうん、始まりましたけどみたいな、うんうん、でまあみんなが答えてく、初お披露目でございますけど、そうそうそう、初っていうことないか、うん、ただまあこれは他のね、ユーミーの皆さんがどう思うかは知らないですけど、うん、僕はあいついらんと思いました、ね、なるほど、まあそれはでも大体そうですよ、うん、そうです、それは聞いてても多分いらんもん、きっとね、なんかいらん気がするの、うん、なんかそこでそんな回しの人なんでいるんやろ、うん、使うんやろとは思った、それはちょっと あいつらみたいな、ハロプロでいう、うん、あのジョジョ軍団的な、それはちょっと嫌なこと思い出すから見てほしいな、なんかまあ吉本の人なのかな多分、だから、ああ、うん、まあ、うん、そうでしょうね、半分吉本やもんな、うんうんうん、あれはねいらんと思って、別にだってなんか冷めるな、うん、あのモモナにやらしゃええやん、確かに、そんなもんめっちゃ喋れるんやからリーダーです、結構モモナ走るのよ喋りが、あ、走っちゃうからすごい、まあまあ確かにね、バーって言っちゃうから、すっごい喋るし、あ、疲労疲労っていう感じがすごいけど、それはなんかもうちょっと心ちゃんぐらいでよかったんじゃないですか、うん、ああなるほどね、あ、まあ、心ちゃんのんびりしてるでいいからね、じゃあね、今日は自分らしく楽しんでいきましょう、チャンネル登録お願いします、 Keep your smile、なるほど微妙なんや、なるほどです、そうね、まあ何歳その人がおって、なんかその紹介とかがあって、うん、そしてあの次センターステージの方に移動して、うん、新曲の「シュガーボム」って出た、それ聞きなかったやりました、ああそれも聞いたことない、まだ、あ、もうね上がってますよ、もう上がってた、公式でまだ聞いてへんわ、どんな感じ、うん、その曲のこと山田さんに聞くのもあれ、まああれですけど、ニュージーンズみたいでしたうん、まあまあそうやろうけど、ニュージーンズみたいやった、台無しやもっとこうないんかいな、なんか多ジャンルで例えば、あ、だからまあそのなんていうの、こう想像以上とか、うんうん、ちょっぴちょっぴみたいな聞いてる感じからか、うん、その最初にそれ2曲始まってやってるやんか、うんうん、だからそれとはもう全然違うのよ、もっとこう静かな感じの曲調やから、そう、まあスローテンポなナンバーなんだな、うんうん、でもなんかおしゃれな雰囲気があって、なるほど、あ、こういうの今 K-POP って流行ってるんやろうなって感じなるほどね、うん、ガールクラッシュ系じゃないってことね、なるほど、ガールクラッシュじゃないのよ、なるほど、うん、だからもうガールクラッシュは古いからね、そうなの、そうなの、うん、そうなの、そういうのじゃないの、なんか全然ついていいじゃない、うん、あのもうちょっと可愛らしい感じ、だってシュガーボムやで、砂糖爆弾やで、おお、まあ和訳するとそうや、うん、そらなあ、ムーディーな甘い感じメロディーになるで、ちょうど想像つくです、それはつく、つくな、放題は砂糖爆弾やならんと思う、まあ、そのまんまやけど確かにまあでも、うん、そのシュガーボム聞きました、ね、これ良かったです、良かった良かった、あのまた全然違った感じのミニアイがとこう、そうですね、こうしっとり、うん、いいなーって、いいなーってなる、なるほど感じでしたね、ほんでほんで、はい、それで
トキシックですよ。えぇ、トキシックやったのね。トキシックス、アナタキセーフやんか。ペポペポペポ。またメインステージ戻ってね。あ、センターからメインに戻り、うん、トキシックです。良いですね。俺はトキシックといえばもう、高見彩音さんじゃないですか。いや、もう、高見さんの時の、高見さんの時も悲鳴上がったし、トキシックももうイントロ出たらもうみんなの悲鳴。しかもシュガーボムが割としっとり系やったもんやから、しかもまあ言うて好きやと言えでもやっぱ初めて聞いたりすると乗り切られへんかったりもするからね、しっとりやったら特に。そうね、うん、あのただまあ僕2日目だったので1日目で来てはる人はもう知ってはるし、る、ね、大阪行ってる人も来てるとしたらもう、なるほど、おなじみではあったんです。なるほど。でも春歌なんか初見で全然合わせられるけどあれを誇りにしてるからな初めて聞く曲やのにコールが入れれるとか入れないとか。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録、チャンネル登録お願いします。トキシック言わんのかで、じゃあ高見さんのあの壊れちゃうくらいにみたいなところ、あっこでもうキョワーなった、うわーなった、ええー、なあ、あんたは中毒さって言われた、うん、言われたみんなドーク言われてたわ、みんな、うわすごい、あ、ほんますごかったあれはな、うん、ええー、の見てんな、見た、んでよ、ほんでこれ次がどうです、皆さんびっくりしますよ、次この次の曲に、トキシックの次、まあ言うて曲数少ないじゃないですか、うん、まだね、まだ言うてそんなないはずやね、ヒーローです、ヒーロー、安室ちゃんの、安室ちゃんのヒーローですよ、どういう構成で、どういう構成、いや11人で歌うの、11人で歌うんです、あのパート分けてね、バリええやん、もう安室ちゃん亡き今もうもらっちゃおうとしてるんかな、もしかしたら、まあそうね、マジックオブラブ現象が起きるかもしれない出たハロプロで言うとね、起きるか、もともと太陽とシスコムの曲やけど、うん、ジュースジュースがもう若者顔で、うん、そう、もしくはお願い魅惑のターゲット現象と言いましょうかあれは結構どこに行くかがちょっと揉めたりもする、うん、マックスが言うんすかなるほどね、うん、ヒーロー、ヒーロー、よかったよ。あれね、で、おそらくですけど、うん、あのヒーローに関しては、ほんまに歌ってましたね。あ、言うたらすぐ口パクやなんやと言われる、K-POP 界隈やけども、うん、生歌で、うん。それ以外は口パクやった？それ以外は、多分ほんまには歌ってないと思う。そうなんや。ハロータそこうるさいからね、うん、特に。そこに来て急になんかヒーロー、ヒーローになる、カイバンドカイバンドだ、無理したみたいな急に信じられへんわ、今時信じられへん、ミーアイファンもポカーンですよ、みんな若い女の子しかおらんのに、誰やこのおっさん、まあ幸いな静かな曲やからよかったみたいなじゃあなんか暴動が起きるの、そんなのしたら、いやいいよカイバンドは誰か、俺も分からん可能性あるよ誰やこのおっさん、うまいな、曲聴いてやっとあってなる、赤いよしいいのかってなる、今になったら右翼のおっさんやないかい、そうよりいらんわそんなやつよりいらん、そヒーローでした、ええやん、もう泣けるやん、いや泣けますねこれは、いやええの聞いたな、でもあのしかもさシャボンがすごい出て、何それ、その時シャボンが出るわけ、何シャボンって、シャボン玉やないか、シャボン玉、下からすごい出んの、シャボン玉言うたらまた長渕の話にされかねえからシャボン言うとんねこっちはせめてモーニング娘。にしてくれよ、なんですぐ長渕に行ってしまうねシャボン玉って言ったら、いやすぐ長渕行くおじさんがおるかな、ここにはだからさっきもうやれトンボだなんだとか言って、シャボンってもう落語じゃないんだからさ、家族ゲームがどうとかいう話になってしまうからね、シャボンでとどめといたけど、シャボンが出るんかい、出るんかい、すごい出て、もうヒーロー、どういうシャボン、そのちっちゃいやつがホワホワホワって出るやつ、そうなるほどね、ホワーってスピードで出るわけよ、ちょっとあのシャボンの話いいわそうだった、どう言ってもいいとこばっかり長く、いやだからみんなだから止まって歌、あの割とこう止まったまま歌ってたから、うん、だから、うん、あのほらあれ4人やったじゃないですか、はいはいはい、4人ずつ歌うんですか、
それとも海老原のパートってあるじゃん、もともとは、うんうん、海老が歌ってた、うん、海老ちゃんはその自分のパートを歌うの？あのね、You are the hero みたいな、ハモリ言う、あ、それはね、エビちゃんがやってた、やってた、でもじゃあ、でも高見と、あと飯田しずこちゃんが結構やっぱちゃんと歌ってて、それはオリメンやからね、うん、で安藤由美ちゃんがやってたやつはとこは誰が、ほんまや、それはちょっと分かる、それじゃあみんなで分けたりするってこと？分けた、最初の歌い出しはモモナやった、おー、なるほどね、最初の歌い出しはモモナやった、え、じゃあ高見さんとこの海老原のこう掛け合いとかもあったりしたのかね？あったと思う。思うかいな。名シーンもしあったとしたら名シーンやないか。ちゃんと見てない。いやだからシャボン見てたから、シャボンを。見るなよそんなやつ。それアホやないか。いやかしで出してるだけやないか。それ人参追いかけてる馬やないか。お前。なんでそれにやってもう歌声がもう入ってこいなって思ったよ。シャボンを見てたから。もうなんか歌ってんのにシャボン見るなよ。もう。いやでもまあ、よかったです。そして、クリック。出た新曲。クリックです。世界を震撼させる予定のあのクリック。クリックです。クリックのポーズ。はい。クリックやりました。すごい。何やったっけ？やってた。ポーズやってた。誰のポーズか。クリック見合いです。やってる気がする。出ましたよ。それがまた良かったね。これまたクリックは。クリック何回聞いてもいいな。聞けば聞くほどいい。もうクリックに侵されてるじゃないの。脳みそが。これもう本当に嘘じゃない。本当に200は聞いた。あれ本当に200クリックしとるわけやん、もう再生してるわけだ、もう自動にして、すごい、同じループ再生にして、すっごい聞いてる、あれはいいですね、しかも凝った演出がありまして、途中であのダンスブレイクの後ぐらいになんか止まるんですよ一回、あれなんどうやって言ったらいいのかね説明がね、止まんのダンスブレイクの後ダーって止まんの、ダンスブレイク終わってその後わー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 とか言って言うやんか、はい、エビが出てくる、エビがわーわーわーのとこで止まんのよ、止まる、おーおー、言うて止まんの、言うて止まる、ほんで画面がパッて暗くなってステージが、ほんでまたライトがバーンってついたら一人一人バーンバーンバーンって映ってる、もうそのでっかいモニターにモモナの顔がバーンアップで映って、そしたらそこでモモナがこう決め顔するわけ、エンディング要請で、エンディングじゃないんやけど、エンディング要請顔をするわけよ、こうやってモモナがこう肩越しにこうやってこんなやって、そしたらまた次切り替わって次こんなやったりとか、みんな一人一人やっていくわけ、そうそれがさちょっと山田さんのこれがちょっとあまりにもちょっとおっさん感がすごかったけども、山ちゃんが見えを切ってるからちょっといまいち伝わってはきてないけども、まあ分かります、空気感は伝わる、あのドヤ顔ね、そう、あんま好きちゃうけど俺あれまあモーモナのちゃんポイント、ここで止まるやんか、でまた再開するの、そう、大体あれよ、普通大舞台で曲が止まるって言ったら、もう相場は決まってて、もう客にマイク向けて乾杯長渕の話そんなっちゃうね、固い絆あれ思ったより全部歌わすから、もうお前が歌うとこもなくないないやないかっていうぐらい歌わすから、喉の調子悪かったよめちゃくちゃするやん、めちゃくちゃするやん長渕、もういいよよそんなあんたがやった、あんたがやっとんの、ほんまや、そんな話すんなって、時間が止まっててもやっぱりもうボーロのキスキスキスみたいな、あ、3分しかない言うてる場合でもない、はい、そう、何かそう、なんで止まってでまた歌うわ、クリックリックリで、あれクリックリ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 なんか違うと違う曲なのよ、なんか嫌やな、ちょっと違う気がするけど、イングリモングリなの、イングリモングリ何使ってない、イングリーズやん、知らんよそれ、ほんまに知らん、クリックリって何それ、そんな曲知らんかった、ほんまに知らん、そう、何何、そう、まあ、今日また曲が始まるから、もううわーなるわけで、今しゃべってて思い出したけど、うん、
って止まみんなこう見え切るやろ、みんな 顔でエンディング要請やるやろ、うん、やって、うん、そこでもうウォーウォーやったわ。ああ、うん、なるほど。でウォーウォー前や、ウォーウォー前、ウォーウォー前止まりのウォーウォー始まり、始まり、うん、ちゃんの激しいあのダンスがあって、うん、そのダンスが終わったら同時にパタッと止まり、はい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 、隙間が空いて、うん、ウォーウォーで、ああなんかやっと想像ついてきた、はい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 、そういう感じでした。またええやん、ええー、よあんなコルコルのコルコルのって感じですよ。本当にほんでほんでよ、それでその後がですね、うんうん、リープハイなんですけど、あらリープハイは出た BGM なんですよ。なんでかと言いますと、その時にオルゴールバージョン、オルゴールバージョンのやつ、オルゴールバージョンじゃないちゃんとあの曲も入って歌ってるんですよ。あ、はいはいはい、歌ってるのが BGM で流れて、うんうん、ほら MeI の皆さんは、うんうん、こう何人かに分かれてですね、うんうん、トロッコに乗りまして、うん、男気見せてくれたわけです。それでこうアリーナ通路を回ってくれるわけですよ、ヘッピー越しちゃうよ戦国南みたいな。みこしに乗ってのあのヘッピーゴスとは違う、違う、会場回るの、回る会場をこう、それがミャイになってる、ミャイあのキャラクター、猫 のやつ、ミャイになっとるわけよ。でカラーボール、サインのカラーボール、カラーボール投げて、いいやん、そう、うわ取れんかったけど取られんかったけど、近いからやっぱり投げてくれんかったかな。あのね、そう、一番最初パッて出た時に高見さんかな、高見さんがね、うん、パッて投げたかな、うん、でもね本当にもうほんますぐそばにピンと落ちよったんや、肩が弱すぎたんや端の方やからさ、高見さんの肩が弱すぎたんやってことが手前に落ちておいおいおいってなったけどもうちょっとお前もうちょっと練習しとけやってなった。お前な、キュートの前見なんかもう2回手前投げとったぜほんまに、肩がむちゃくちゃいいからね。あと1分、あと1分。あうそう、で、トロッコで待ってやな。はいはい、で、その時にわしはこれで、この、モーラモーラ言うて。言うてたんや。もう興奮して。モーラモーラ。で、みんなやっぱりほら、ハロータと違うから。うん、で、モモナとかココナとか、うん、ニノーンとか、下の名前やみんな。うん、だから僕、笠原モモナさん、笠原モモナさんって言ってて。ダメだダメだ。悪目立ちしてる。危ない。言っても全然向かへんよ、こっちそんなもん。いや、もう向こうからしたら、うわぁ、なんか昔の変なやつ来てるってなるよ。なんならちょっと目そらしてんじゃんか、思われるぐらい。なんか、笠原もぐらさん言ってんのに。あ、変なやつ紛れ込んでるってなるよ。まあ、3列目のお姉ちゃんにはちょっとこう、ふわってやったんや、ももな。わぁ、もうお姉ちゃんだ。3列目のお姉ちゃんも、ももなぁ言うてて。うん。ってやったんやけど、うん、こっち笠原もぐらさん言ってんのに。あ、ダメだ。もうダメだ。全然あかん。あ、そうなったらもう今度また次の段でなんやて。うちは女でいられご一緒に、やっぱ好きやねん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 、やっぱ好きやねん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 、もう花さん言ってよ、あなたは自分ありがとうございました。